ね、にあるのか、まあ、2だな、正直な。まあちゃんとあの向こうの込みではマザー1の続きはあるかもしれない。マザー1はもうやらないの？これ還元税で30円で買えたんだよな。マザー2は今やっても神ゲー。行こう。ほほ、なんか急にマップが綺麗になってる。フィクサーにしないんすか？おい、進化フィクサー入んね。ちょっとちょっとスカイプチャンネル貼るのやめてもらっていいですかね。スカイプチャンネルやめてもらっていいですか。ちょっともう飽きたんで。わらわら、ファミコンからスーパーファミコンへ。かっこいい言葉でお任せにするとスマップって出てきます。すごい綺麗になった。ほほ、つが、待て、なんかね、なんか操作性がいいな。なんか、いや、なんか操作性がいいな。いや、なんか操作性がいいな。生き合った後だと余計にそう思いますよね。いや、もうやばいな。ちょっと待って、ちょ、進化がやばい。いや、正直進化がやばい。あの、ワンの主人公はネスじゃないんですよね。違う人ですよね。いや、なんかいいな。123は主人公一緒、1は任天、違う人ですね。ツーツーツー、あれ、ワンってやる必要ありますかね。じゃあ一応聞きたいんですけど、ワンってやる必要ありますか。調べるじゃなくてチェックなんですね。渋い。一発。おお。感動する。隕石が落ちた。和骨、ドラクエ以外もやるんですね。やりますよ。最高ですよ、マザー3。マザー3、マザー3と2は最高ですよ。懐かしいわ。問題なし。
走れたらいいんだけど走れないんだよ。1はクソゲーですか？わら。これ、いや、1はクソゲーじゃないですかね。スマブラに出る金髪の少年とかいなかった？ルールでチェックできます。うわあ。お、ポーキー。お、ポーキー、こいつ。諸悪の根源。こいつ3じゃん、こいつ。いきなりポーキーがどういうことだ。逆なんだよな。今のうちに潰しておこう。今のうちにな、スリーではちょっと邪魔だったからな。どうやって、どうするの。このポーキーと3のポーキーは同一人物です。あ、そうなの。嘘。あ、そうなの。いや、それネタバレ、わら。ブラボー、いいな。ボロのバット。ナイスマザーに。ナイスマザーツ。あれ、これ分からんな、これ。本当なら2、3でやってほしかった。ほお、いきなり、いきなり詰まったな。挫折したな、これ。ちょっと挫折しそうだな、これ。もう帰っていいよ。やめよかん、わら。家に帰れ。ちょっと挫折か、これ。挫折か、これ。2より難しいよ。え、いきなりラスボスか。いきなりラスボスか。やわら、ちょっと早かったな。ちょっと早いな。これなんか怒んないんだ。帰っていいのこれ、ほんと。帰っていいのこれ。2は簡単だったような。わら。いや、1は、なんか難しいというか、つらい。ゲーム内の、家に帰れ。1の方が難しいよ。攻略開かないでくださいよ。開いてないよ。1は正直ちょっと見た。1は攻略サイト見てもつらかった。でもなんか今んとこなんか、なんだろう、ストレスがないね。なんでストレスがほんとない。ポーキー兄ちゃん、2はシンボルエンカウントだからね、楽だよ。さらに夜も更けて。なん
んだこなんだこ、おいおいなんだおいおい、もう何時だと思ってんだ。怖い。怖い。怖い。ナイスブラザー。ちょっと怖いやつやりたい。祭りですか？怖い。なんだこれ。おい。サンデー大活躍。ブクファイア。そうか、友よ。テンポいいね、テンポいいね。テンポがいい感じだよ。テンポがよ、テンポが。パラペペピー。ピリリリリ。いいね、いいね、いいね。おお。これは TA でどんくらいで終わんの？さあ、ファミコンからスーパーファミコンの進化みんな良かったよね。マリオもそうだし、マザーもそうだし、ドラクエもそうだし、ファミコンからスーパーファミコンはね、なんか全てが格上げされてる気がする。衝撃的だったね。スーパーですし。おお、ちょテンポがいいな。テンポが良くないか。このテンポの良さわかる？これ。うわ、これちょっと、いや、これテンポがちょっと、テンポめちゃくちゃいいな。正直さっきマザーバー見てて辛かった人、正直辛かった人、ファミコンのやつ。いや、俺は辛かったよ。いいね。テンポが、いや、よし、ライフアップ来たと。テンポがいい、テンポが。なんかこんなに違うもんなの。こんにちは、こんにちは、世界の国から。こんにちは、こんにちは。こっちも気持ちいい。ナイス、ナイス。テンポの良さやばい。マザー1やってから、いや、思い道義だ。まさにマザー1は思い道義。マザーに面白そう。マザーにいいよ。あ、来た来た来た。抜けて隕石、はい、なぜか穴が開いている。なんだよこれ。10年後の未来。おい、マジか。何もかも地獄の暗闇に叩き込んでしまった。大変だ。
3人の少年と1人の少女がギーグを倒す。おい、誰？はい、え？おい、鬱陶しいな、このハエ。ちょ、ハエ鬱陶しいな、こいつ。一人のところに来てくれ。音鬱陶しいな、こいつ。ちょっと殺して、殺虫剤。え、は、社長の匂いが。なんだこれ。え、ただの、うわ、これきつくね。うわ、いきなりスターマンの息子。最後シーズン書き消すからの、ブンブン超強くね。よし、いやいや、ちょ、いや、死にそう。ガラフを思い出す。ブンブン強っ。16しかもないな。なるほどね。おい、ブンブン超強えな。まだ兄の組む。ナイス。何百万億ドル。地球にはここが今ジャイアントステップ。音の位置。渋いな。冒険の始まりか。
表素敵なノリだな。こんばんは。ナイス、こんばんは。テンポいいね。テンポいいし渋いね。夏、この BGM 一のアレンジなんだね。あ、そう。あ、そうかも。オネット市街。ポリアンナは名曲。ポリアンナチュ。いいね、いいね。ちょっと貼ってくれたからマザー2のちょっと CM 見るか。ちょっとマザー 2CM ちょっと見るか。今のところマザー2どう？今のところ最高でしょ。ちょマザー2の CM 見よう。おい小池、数年前から中断してる三国志の続きっていつやるん？マーダーズ。兄ちゃんどうなってんの？わかんねえ。兄ちゃんどうしよう？俺たちまた。マーダーズ。マーダーズ。大人も子供もお姉さんも。スーパーファミコンソフトマザー2。兄ちゃんどうなってんの？うわ懐かしい。なんなんだろうねこのブーム。兄ちゃんどうしよう。この頃はまだ確執もなかったんだろうな。懐かしい。大人も子供もお姉さんも。スーパーファミコンソフトマザー2。社長これ何枠です？まあ、どうこれ出るこれ、まあ、どうするこれどうする。マーザー2。いらない。てよ、てよかん。わら、マーザー2。わらわら。マーザー2。わらわら。マーザー2。いけたいけた。スカイプの脅威は去ったな。あ、いいね。いや、なんかいいね、なんかいいね。街の地図、いいね。CM 貼ってくれた人ありがとうございます。懐かしいですね。おかげでわけのわかんない出会い系のスカイプ突から乗り切ることができました。
初代マザー終わったので。ジャイアントステップ、まあ、初代マザーはまあちょっと終わったっぽいかな。終わり気味かな。ドラゴン倒さない。いいエンディングだった。渋かったな。いい感じいい感じ。図書館からのオネットタウン。よく行け。ナイス。ゲームセンターがシャークダン、ハンバーガーショップ、ドラッグストア、オネット。いやなんかいいね。いやいいね。シャーク団のボスだね。これはタウンフォール。おまわりさんだ。ひどい。子供をないがしろにしてひどい。いや皆さんなんていうかこの安らかな気持ちで見れますねこのゲーム。いや安らかな気持ちでこのゲームが見れますね。いやいいですね。このホテルこれホスピタル。何こいつ。調子者。マザーにやっぱいいでしょ。いやマザー2いいね。一応保存しとこう。シャークダンシャークダン名前うつうつう。いやちょ待て。ナイスコンパニオン。いやちょいやマジか。うわマットで他人殴りつけてるゲームだけどな。シャークダン強いんだよな。わらちょっと強いな。今日はこのオネットの街終わったら終わろう。催眠術正直マザー2はやるね。正直マザー1はやらないね。マザー2やる。マザー2来ないですよ。やる。マザー1やらない。ローキー君までお願いします。ねえそういうことよろしいかな。うわ本当だ。なんだろう。時々パパから電話かかってくるんだよね。マザーさんはよかった。よしマザーさんよかった。ハンバーガー。ちょどこ行けんのこれ。ベーカリーどうすこれ。ゲーセンの裏ほう。正直地図がある。病院ドラッグホテル。ホテル病院でいいのか。先生直してください。
まだあと似てるのは町のデカさぐらいか。回復はホテルじゃ。ホテルか。先生お願いします。高いよ。病院はドラゴンクエストでいう教会。家で寝ればただ。家で寝るか。いやでもホテルに泊まろう。エスカルゴ運送来ないな。何これ。おいおいおい、なんだこれ。ストロング所長の今日ツーソン、オネットタウン、処理落ちだ。処理落ち、処理落ち。まだ初回やっていたのに、また初回はタイトル詐欺ではないですか。いやこれマザー2ハンバーガー。いえー、ちょっといっぱい来た。ちょまあ、それはねえって。なあ、死んだ。マザーさんは最終回のその日にクリアできた。ここが今。うわー、これ自宅じゃねえじゃんよ。ちょっと待って。ウキキ。これ厳しめだな。うわ、35度のも取られんの。きついな。リッチな気持ちだね。もったいね。しょうがない、35ドル高い。デイファーピカールはまだかな。いやちょっとこれシャーグ団壊滅させて終わるわ。どっかのお店で装備類買えないかな。ちょっとシャーグ団行くわ。シャーグ団、俺これ行くぞ。シャーグ団、さっきとクオリティ違いすぎるな。わら、シャーグダン、シャーグダン。よし。ゼビウスの曲だ。ミッションですか、ここは。危な。ハンバーガー。消費犯のゲーセン物騒だな、わら。渋いお茶。よし、来い。いやこれやばい。いや、なんで空振りはねえだろお前。ちょな、
これ渋いな、これちょっと。正直空振りはねえよ。装備買おう。装備変える。トラップスとアイコカン、わら。よし来い。空振り多いな。空振り多い。なんなんだこれ。いやちょっと待って。よし、危ない。ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。危ない。これちょっとやばいな。いやこれ、いやこれ無理だろう。いやこれちょっと無理だな。俺分かる。ちょっとこれはまだ早い。ドラッグストア。いやこれどうしよう。いやこれちょっと無理か。いやちょっと、いやちょっと、ゲーセンピアノ悪いな、わらわら。これやばいな。いやこれ無理だな、これ強いな。無理だな、これ。ここが今ここが、でも結構大変だな、これ。まずはシャーク団を殲滅。2匹がちょっときついんだよな。いやもうこれ。よし。よし、攻めろ。よし。攻めろ。よし。よし。よしよし、いい感じいい感じ。ナイスワゴツ。いやこれがね、なんで遠くから歩いてくんだよこれも。これ無理だな。ちょっと待って、これ無理だな、これ無理だな、これ。ちょっと待って、弱すぎんなこれ。帰ろう。いやでもこれね、シンプルながらもいい感じだね。ちょっとシャーク団壊滅させるまで頑張る。難易度として低すぎなくて好き。低すぎない、高すぎないね。なんだろう。マジックバトル。よし。チャカチャカチャカチャ。ってどこで買うんですか。トラッグストア。ドラッグストア。ドラッグストア。ドラッグストア、オッケー。文章読まないのな。文章な、読んでる時と読んでない時がある。帽子もらいましたか。帽子もらってない。ドラッグストアだった。お金下ろせるかな。お金下ろせるな。普通のバット、ヨーヨー、野球棒、安物の腕輪。派手に派手にパーッといく、パーッと。
家で帽子もらいますよ。マジで普通のバッグ。あ、いいね、テンポいいよ。いいね。図書館の裏で帽子もらって、はい、はい、行くよ。じゃん、ハンバーガー。ゴミ箱からハンバーガーきつい。ナイス、こんばんは。ゴミ箱からハンバーガーちょっときついけど、まあ我慢しろ。見張りの近くの森の中。ミスターの帽子。装備しよう。ミスターの帽子が強いんじゃないの。行くわ。もう勝ったな。勝ったな。結構上がるね。勝ったな。いや、こいつらちょっと鬱陶しいな。ちょ、こいつら鬱陶しい。こいつら鬱陶しい。無視。来るんだ、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 来るんだ。なんなんだこいつらよ。強敵かよ。やばい、やばい、やばい、やばいけど、やばいけど知らない。いや、お前も当てろ。よし、よし。いや、正直敵じゃねえな。よしよしよし。よし、攻撃全然食らわなくなったな。いけるな。効果か。おい、いけるな。おーい、ボス戦。おいおい、神 BGM 来たー。渋いな。ガッツが2下がったから、9、いける。おい、いける、いける。おー、21万までかい。よっしゃー、お、いい感じだよ。フランキースタイン2号。よっしゃー、いきなり連戦かよ。レベル高えな。パワースポットらしい。ゲーハピカール。みんなフレンドリーだと。ハロー、ゲーハピカール。お、最初のボスを倒した。テンポ超いいな。
チェチチェ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 ブラザーナイスマザーナイスマザーナイスマザーオスとアンデル的なお勤めご苦労様であります。ハゲてそうな名前ね。ゲーハピカール社長、一より楽っしょ。ゲーハピカール、いいよ。この世界のゴミ箱は宝箱だよ。あ、来たよ。いや、皆さん、ということで素晴らしいね、マザー2は素晴らしいということで、今日はこちらで終わりにさせていただきたいと思います。1はね、しないかな。いや、これ2いいよ、マジでマジで2はマジでいい、マジでいいよ。ハンバーガーとか入ってたりとか。ちょ、マジマジ、コロニアロカン、わら。いいよ、もう終わりかい。終わりだよ、今日。チャレレレレ、素晴らしいよ、パパ。2まだ見たい。ここら辺で1行こか。ドラクエ放送は様子見枠だったってマジ。終わる。こんばんは。今日ね、ちょっと一回出なきゃいけないから、一回出なきゃいけないから、帰ってきたら頑張る。ただ明日は、俺明日結構ね、仕事ゆるいんだよ。電源オフにしなさい。え、皆さん、マザー1と2どっちですか。正直マザー1とマザー2どっち。ワン、ツーどっちか。ワン、ツー。さっきの出会い系スカイプか。1111兆1111億1111万1111。ほんとかよ。1両方2 1両方2 2。ちょ、まだこれな。2525万。次のマザー2はこれだから。ドラゴンクエスト10。次のマザー2はこっちの込みだから、入ってない人よろしく。どっちも見たいです。どっちもな、わかった。どっちもなるべく投げ出さずに、なるべくなるべく頑張る。なるべく頑張るよ。ミーが痩せすぎじゃね。頑張る人頼むよ。ミー痩せすぎ、まあ痩せすぎだな。はい、マザー2の続きね。1回目はチャンネルでやりますけど、オフラインゲームの続きはこちらですね。こちらでオフラインゲームの続き。ナイス続き。525万1002。テレンスリーまた捕まったんだって。それでは作り直せ。それでは皆さん、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。わらわら、続き待ってます。いってらっしゃい。ここが今、僕が夢を見上げる場所。その夢から僕の場所は見えるはずもなく、積み上げすぎたよ。どうしてもこれだけはってこと、わがままなだけだ。